こんばんは。お疲れ様です。あ、でもみんなもお疲れ様の時間ですよね。もうね、ちょっと遅くなっちゃってごめんなさい。今日は遊びに来てもらってありがとうございます。ちょっとお知らせの前に、せっかくだから今日ちょっとね、ツイッターで質問とか募集しちゃったんで、それお答えしていこうかななんて思ってます。こんばんは。ご飯食べながらね。そうだよね、そういう時間だよね。何から行こうかな。あ、そうそう、ふみのちゃんの応援ソングって何ですかっていうふうに質問もらったんですけど、これはね、昔から変わらずスーパーフライさんのマザーゲームの主題歌、あ、ビューティフルです、がもうずっと私の応援ソングで、何かあるたびに聴いたり、あとカラオケ行ったら絶対なんかこう歌ったりとか、カラオケもなかなか行かなくなっちゃいましたけどね。そんな感じです。で、その同じマザー、スーパーフライさんが出されている曲で、愛と感謝っていう歌があって、これは先日10月の19日に私が誕生日だったんですけど、その時にフミニストと呼ばれるファンの方々が動画とか画像とかオリジナルで作ってくれて、その中の一つにこの歌を使った動画っていうのが、動画っていうのかな、作ってくれたものがあって、そのあ、この曲めっちゃいいと思ったらスーパーフライさんで、わ、どんな歌詞なんだろうって思ったら、もう本当にこうなんか、あ、私そういうこと大事にしたいと思ってるっていう歌詞で、結構大事ですね、聴いてますよく。ぜひ聴いてみてください。なんかこうやってみんなと話せるの楽しいね。あゆむくんね、会いましたよ。7人の秘書の映画、見てくださった方いらっしゃると思うんですけど、そう、マザーゲームの時のハルトくん役、ハルト役、私の息子役をやっててくれた横山あゆむくんと、何年ぶりだっけ、8年とかそのぐらい、6年ぶりぐらいに再会しまして、なんと彼は中学生になっていて、でもなんか相変わらずなんか可愛く、文乃さんって来てくれて、なんか写真撮ったりとかして、すごいね、変わらず可愛かったですよ。お芝居もうまいし、懐かしかったな。ちょっとなんか一緒のシーンが少なかったから、あんまりゆっくりは話せなかったんですけど、でもなんか、思い出の写真はちゃんと撮りました。なあ、そう、 PICU といえばここもね、子役ちゃんつながりで、宮崎リリサちゃんね、家族募集しますで私の娘役をやっててくれた宮崎リリサちゃんとも再会しまして、最初彼女に会った時も、彼女はもう移動するベッドの上に寝かされていて、ねえねえ久しぶり、元お母さんだよって言ったら、覚えてるって言ってくれたのが結構嬉しかったですね。えリリサ可愛かったね。でもまだちょっと彼女の一番可愛いところっていうのは出しきれないままね、撮影が終わってしまったので、彼女のそのカメラが回ってない時のその可愛らしさみたいな、そういうのちょっともっとなんか楽しみたかったですね。あの子面白いんですよ。最近服の系統迷ってるのですが、文乃さんはどういうタイプの服装が好きですかっていうふうにいただきました。さあ、この質問ありがとうございます。実はですね、今回のインスタライブでお知らせしたかったことなんですけど、来年2023年ふみですね、ふみの年ですね、うさぎ年です。私なんと年女でして、なんかそれを記念してなんかこう楽しいことができないかなと思いまして、実はじゃん、こっち、あ、こっちか、見えるかな、これ、なんと
フミニストパーカー作っちゃいました。これここにね、この2310っていうのが、これフミニストです。海と環境って、あの環境問題ってどうしても切り離せないものがあって、その中でもマイクロプラスチックっていうペットボトルが細かく砕けたものとか、そういうのって自然に帰らないでずっと海を漂ってるんですよ。そういうことをまあなくそうということで、このパーカー、段ボール生地って言って、ちょっとこうパリパリした、パリパリした、シャキッとした、まあ、くたっとしてない、素材になるんですけど、それが、ペットボトルからできているんですね。なのでなんかまあサステイナブルとか、なんかこうエコとか環境問題とかいろいろあるけど何からしていいか分かんないよっていう方、なんか購入していただけると、それが結果あの海を守ることになる、私たち引いてはこうそれを食べる魚がいなくなって私たちの生活も守られるっていう、まあ、ことになるのかなと私なりに考えて、このフミニストパーカー作りました。どうどう、あこれね白だけです。いやちょっとなんかそんなねパーカーってあんま買ってくれる人いないかなって思ったから、2310着限定、フミニスト着限定でこれちょっと作ったんですよ。なので白だけ、この私が今着てるモデルだけになります。あこれね、ユニセックスなので女性も男性も着れて、SXS から XL かなまであります。でこれあのちょっとこだわりがあって、袖をちょっと長めに作っていて、こうやってまくった時にここがなんかタルタルして可愛いなみたいな、ちょっとパーカーってスポーティーとかなんかそういうイメージがあると思うんですけど、可愛らしさも出しつつ作ってみました。あちなみに私は164センチで今 M サイズを着ています。こんな丈、こんな感じ、でこれここね、これがあの被らない時は見えないので普通にシンプルに着れて、被るとよいしょ見えるっていう感じです。なので結構あの一応ファングッズっていう区分けにはなるんですけど、普段使いにもしやすいのかなとは思ってます。あそうそう、今回ですねあのこのパーカーを作るにあたり、新潟県に、4施設ある富士ライフサポートさんというところの、利用者さんの方々にサンキューレターというものをのデザインをちょっとご協力いただきまして、今回あのご購入していた方、していただいた方々にはなんと1月の、1日から3日お正月の間に、お手元に届くように、対応してまして、それに一緒に入れてもらうサンキューレターというのねデザインをこうやって、これはあの今 A4 の紙に印刷してるので実際はこの大きさじゃないんですけど、こう直筆でサンキューレターこうやって書きました。こんなこのねあのうさぎ年にちなんでうさぎのこういうデザインを富士ライフサポート、富士ライフサポートの利用者さんがこう書いてくださって、で、その、利用者さんたちが1月にアート展というのをやるんですけど、そこにですねこのサンキューレターも展示してもらえることになったので、もし新潟住みですっていう方行ってくださるとあります反転して読めない？読めなくていいよ、
その4着でも5着でも買って、これランダムで入ってるのでぜひ全種類揃えてください。そうそうそう、2023年だからね、記念になんか、まあ2023年お年玉じゃないですけど、買っていただくのでね、お年玉ではないですけど、なんかこういい一年になるように、その一発目のプレゼントとしてお届けできたらなって思ってます。あ、値段ですか。値段ね、ちょっと実はですね、この刺繍にこだわっちゃいまして、1着1万2000円になります。だけど着心地もすごくいいですし、サイズも結構ゆったり長く着れるサイズ感だと思うので、はい、寒い冬にね、温めてくれるパートナーになってくれたらなと思ってます。色がね、白だけなんですよ。レターはこの全部で4種類です。このあのデザインも一つ一つ違うので、あれ一緒か、あ、これデザイン一緒か、あれ、あ、これ2種類だ。この、デザインは2種類あります。あ、このパーカーの裏生地はツルツルしてます。よいしょ、こんな感じで、あの裏肝とかそういうことではないので、あの T シャツを着て上にパーカーを着たい方とか、その T シャツにこう毛玉がくっついちゃうとか、そういうことにはならないので、安心して着ていただけるかなと思います。素材はね、結構自信を持っておすすめできますね。あのまず段ボール生地だから型崩れしないっていうのと着心地がいい、それはちょっと太鼓判です。結構こだわって選ばせてもらったので、あ、先着順です。あ、潜水後に着るのにこれすごいいいと思いますよ。あのコットンの生地じゃないのですごく乾きやすいです。あとゆくゆくはラッシュガードとかも作りたいんですよ。やっぱ日焼け止めって海にも良くないですし、日焼け止め塗ってもやっぱ焼けるじゃないですか。一番最強の日焼け止めって布なんですよ。もうこれは本当に散々海に行って思ったんですけど、布を肌にかぶせる以外の最強の日焼け止めはないので、なんかそういう意味も込めて可愛いラッシュガード、おしゃれな、なんか数あるラッシュガードの中でもこれ着たいなって思えるようなデザインのものとか作れたらいいなとか思ってるんですよね。全体像こんな感じ。私は164センチです。こんな、こんな。これ袖まくるとこんな感じで、ここがちょっとタポタポして。フードのロゴいいよ。こんな、こんな、こんな感じ。これがあのプリントではなく刺繍っていうところが結構こだわりです。私自身があの刺繍のものが結構好きだったりとかするので、結び紐はこんな感じ、ちょっと細めで先にのシルバーの金具がついてるタイプです。あ、枚数制限はないそうなので、あの好きなだけ購入していただけます。なのでぜひこのサンキューレター全種類揃えてください。一個一個ね、書いてある文字も違うので、こうやって結構愛情込めて考えて書きました。丈とかはサイズ感、そうですよ、平置きのサイズ感ってことですよね。ちょっと待ってね、
なるほど。ん？あ、ありました。販売サイトの方で着丈感っていうのも平置きのサイズもきちんと書いてあるので、ぜひそれを見て参考にしてもらえたらと思います。サイズはね、いろいろあります。 XS から XL まであるので、結構 XL 結構大きいから、あの体大きめの男性でも着てもらえると思います。あ、もしそのパーカーがね、あの買えませんでしたっていう方も、1月あの新潟であるアート展、あの富士ライフサポートさんがやられる利用者さんたちが、描いた絵のアート展に行っていただくと、このデザインあるので、ちょっと見に行っていただけたらなと思います。何枚かだけサプライズサイン、あー、なるほど、そうだね。あのもしこのパーカーが2310枚売れてくれた暁には、そんなこともしたいですね。カレンダーとかではね、割とあの私当たり作ったりとかするので、当たりの人だけサインプラス一言とか、ちょっと絵が描いてあったりとか、そういうことやってるのでね、ちょっとやってみたいですね。2310枚目のサプライズ、あー、それ面白いな。最後のね、最後の購入者の方ってことですよね。それ面白いな。こうやってアイディアもらうの面白い。これは1枚で確かペットボトル30本分とかじゃなかったかな。あ、そう、回収したペットボトルを1着あたり30本使用したリサイクルポリエステル糸で作られている。こういうこともあのサイトに書いてあるので、ちょっとチェックしてみてください。子供用のサイズはないですね。ごめんなさい。そうね、キッズサイズって考えてなかったな。 XS じゃ大きいもんね。そうね、うん、あ、こうやって聞くと次の課題とか見つかって面白いね。男性用は大きめのサイズの方がいいですか？あ、パーカーですね。幅は余裕があるので、着丈を見てもらってですかね、多分横幅よりもその着丈の方が合うか合わないかっていうのが結構あると思うので、そこを測ってもらえると。というわけで、長々と1時間弱お付き合いいただきありがとうございました。またねー。またねー。